皆様おはようございます。ピースジャガーです。2020年4月の24日金曜日6時57分です。おはようございます。岡山まで105キロ、姫路まで24キロ、加古川まで8キロです。はい、加古川市に入りました。明石市から加古川市に入りました。66キロポスト。はい、現在地、加古川バイパスですね。国道番号2号線になっております。加古川バイパス無料区間ですけれども、西行き姫路岡山方面行きで走っております。制限速度60キロです。先ほど動画の一番初めのスタート地点が、第二神明道路の終点、そして加古川バイパスの、スタート地点ということでした。 66.7キロポスト、 66.8キロポスト、西に向かってこれ数字増えていきます。この66の元々は多分国道2号線の出発地点じゃないかと思います。確認は取っておりません。67キロポスト、ね、大阪の方のその国道2号線のスタートラインから67キロっていうことかなみたいな、まあ、ちょっと調べてないので、ね、どこがゼロなのかちょっと分かってませんけど、67.8キロポスト、 67.9、 68キロポスト、ちょうど7時になりました。 68.5キロポストあたり、7時です。もう 500m ぐらい行きますと加古川東の出口です。69.1キロポストあたりで加古川東出口、7時ちょうどです。 69.2キロポスト、国道2号線加古川バイパス西行き姫路岡山方面行きです。制限速度60キロ。左から合流ありますね。加古川東インター入り口ですね。先ほどの加古川東のインター出口ですね。70キロポスト加古川東入り口、インター入り口 70.1キロポスト、7時1分です。岡山101キロ、姫路20キロ、高砂10キロ、加古川中央ジャンクションまで 800m、 東播磨道不良区間、三木小野の方方面に行かれる方は無料区間ご利用ください。まあ、中途半端に途切れてて繋がってなかったような気もしますけれども、まだ1回しか乗ったことないのでちょっと東播磨道がどうなってるかっていうのはお伝えできません。70.8キロポスト、 70.9、 わー渋滞始まった。71キロポストあたりですね、東播磨道に、
加古川中央ジャンクションこっちあります。7時2分です。渋滞です。今現在、40キロほどですね。制限速度60キロなんですが、もう40キロで走れるのも時間の問題で、そろそろ止まるかなっていうぐらい混んでおります。見た感じほとんど乗用車ですね。やっぱお仕事に通勤される車がかなり多いかと思います。一応大阪府も兵庫県も、本日現在2020年4月24日金曜日、本日現在は緊急事態宣言発出されておりますので、ね、不要不急の外出をお控えくださいという話なんですけれども、結構それでも仕事に行かれる方多いのかなという感じですね。中央ジャンクションの合流です。東播磨道から合流になります。あ、そうだ、知らない方のために、今合流ありましたよね。私も車間距離取って入れて差し上げたんですけれども、入れてもらったら手挙げてありがとうってするとか、ハザードランプチカチカね、3回4回入れてありがとうってしてあげたらお互い気持ちいいのかなと。知らんかったらできないですからね。知っていただければありがたいです。割り込みと取られてね、揉め事に発展したりとかもありますんで、そういうよその人とトラブルを起こさんとこうと思ったらね、ありがとうぐらい言ったらどうかみたいな感じもしますけれどもね。出るもんじゃなしということで、はい、72.5 キロポスト加古川出口、加古川はねインターやったかな、うろ覚えなんで、加古川出口7時5分、入り口もあったかと思うんですけどね。加古川を渡るまでちょっとややこしいんですよね。加古川西詰とかね、加古川西とかまだあるんでね、いろいろ全てうろ覚えなんでちょっと行ってみますけどもね。73キロポスト7時5分、の手前ですね。これ左側合流、加古川の入り口かと思います。加古川インター入り口です。はい、加古川を渡ります。橋の長さは 420m。 この一番左側車線は加古川西詰の出口です。今50キロぐらいでだいたい走れてます。金曜日の朝にしてはマシなのかなみたいな感じですかね。加古川西詰出口7時6分キロポストが打ってねえな。どこだ、74キロポストの手前で加古川西詰出口です。岡山97キロ、姫路16キロです。74.1 キロポスト超えました。7時7分はい、1キロほど行きますと加古川西の出口です。
は西は出口だけやったかな。またダメか。また40キロ切って30キロぐらいになりそうですね。左手並行して走っておるのが国道2号線バイパスでない方の国道2号線高砂まで5キロ、姫路まで15キロと書いてございます。神戸市、明石市、加古川市、高砂市、そして姫路市ですね。75キロポスト、7時8分です。現在国道2号線加古川バイパス西行き渋滞中です。まあ、動く渋滞なんで ね、そんなにストレスないですけどね。40キロぐらいはこれは出てるんでね、一応止まったり動いたりするのも大変なんですけどね、トラック荷物積んでたら。はい、加古川西出口ですね。高砂市街に行かれる方はこちら出口です。加古川西出口 75.5km ポストで7時8分です。加古川西インター間もなく入り口合流あります。加古川西は出口入り口両方あるみたいですね。加古川西インター入り口間もなくです。7時9分になりました。76キロポストあたりで加古川西インター入り口合流です。まあ、現在30キロ切れるぐらいのスピードですね。混んでるんだから右行っても左行ってもしゃあないぞ君。まあ、今のこの汚い黄色いね、あの車ハザードをチカチカと2発ぐらいやってくれたでしょ。まあ、入れてくれてありがとうということですよね。まあ、こういうことも知っておかれてね、あの全然関係ない赤の他人ですけれども、あのコミュニケーション取っておけば喧嘩せないで済むかなみたいな。はい、岡山95キロ姫路14キロです。まあ、ギスギスしないに越したことないですよね。まあ、そういった賢く道路走られてください。高砂北の出口まで1キロですね。 76.4 キロポスト7時10分。77キロポストです。まもなく高砂北出口 77.3 キロポストあたりかな。はい、こっから高砂市に入ります。すぐに姫路市になるんですけれども、 77.4 キロポストで高砂北出口7時11分。はい、姫路バイパスになります。77.5キロポスト、77.6キロポスト、ここから70キロです。姫路バイパスに今入りました。7時11分、77.7キロポスト。左からの合流は高砂北インター入り口かと思います。高砂北インター入り口合流左手にあります。78キロポスト。78.2キロポストあたりで高砂を 78.1 やな 78.1 で高砂北インター入り口合流になります。反対車線全く動いてないですね。止まってますねこれ。うわー、帰り嫌やなこれ。普通に渋滞。もう帰りは中国道で帰るか。姫路まで11キロ、岡山92キロ、
現在 78.5 キロポスト、7時12分。高砂北で完全にピタッと止まってましたが、この辺はまだ走ってるね、反対車線ね。はい、別所のパーキングエリアまで4キロ、姫路のパーキングまで16キロです。79キロポスト、7時12分。別所インターかな、別所は両方とも入り口出口あったかと思います。別所インターまで 3.5 キロ。別所はインターとパーキングとセットになってたかと思います。多分ね、別所のパーキングエリアはセブンイレブンがあったかと思います。なかったかもしれません。姫路のパーキングは何やったかな、丸亀製麺かなんかうどん屋さんがあったような気がするけれども。うろ覚えで、ごめんなさい。で、そこまで行かないんでね、今日は。別所越えてすぐバンタン道入りますので、姫路のパーキングはお伝えできないですけれども。80キロポストです。7時13分なんですけども、これ何入り口かな、別所の入り口ではないんですよね、多分まだ先なので、まあ、入り口合流がありましたと。曽根駅っていうのが近くにありますね、カーナビで見る感じ。今電光掲示板書いてましたよね、新型コロナウイルスまん延防止、外出自粛してくださいよみたいなこと書いてましたよね、まあ、その割には渋滞しないといけないぐらい車多いんですけども、姫路ジャンクションまで2キロですね。姫路ジャンクションで私はバンタン道に入ります。現在国道2号線姫路バイパス制限速度70キロ、岡山方面向き西向きで走っております。新幹線見えたね。はい、別所パーキングエリア、別所の出口まで 500m。 道路古いんでね、ガタガタですよね。82キロポスト超えました。万丹道、山陽道、中国道左側へと書いてございます。別所出口、別所パーキングエリア、7時15分 82.3 キロポスト。目の前スレスレで入って別にありがとうみたいなハザードを鳴らすわけでもなく、こっちも危ない、車間距離が危ないでピピピピピピって今警報鳴りましたよね。迷惑かけるんだったらありがとうぐらいせえよって感じですけど、はい、別所のパーキングの出口合流です。パーキングからの合流が7時16分でキロポストわからんな。はい、こちら左からの合流が別所のインターからの合流かと思います。入り口です。83キロポスト7時16分。およそ300メートル先、斜め左、有料道路、入り口です。この左手のこの広くなってるところ、この辺にねパトカーよく止まってるんで速度ご注意ください。ジャンクションです。7時17分、姫路ジャンクションは 83.5 キロポスト。こっから有料道路になります。バンタン道です。7時17分、鈴のトラックは足回りが柔らかい。 0.3 キロポスト、0.4 キロポスト。
姫路ジャンクションが0キロポストっていうことです。400メーターほど来たっていうことですね。これ 0.5 キロポスト。0.6 キロポスト、 0.7、0.8、0.9 ぐらいで、まあ1キロぐらいの間で全部合流しますね。 0.8 キロポストです。今7時17分。0.9 キロポスト。はい、ここから80キロですね。制限速度80キロ。バンタン道結構ガタガタでね、ちょっとボロっちいんですけれども、制限速度80キロです。山陽道の山陽姫路東まで5キロ、中国道の福崎まで16キロ、豊岡まで97キロです。1.3 キロポスト、7時18分。下目の前線路貨物列車走ってますね。めちゃくちゃ長いですね。やっぱね、何重量引っ張ってるんやろってぐらい長いです。後ろの方4両ぐらいがコンテナ乗せずに空で走ってますね。鉄道コンテナもちょっと暇なのかもしれませんね。2キロポストです。姫路ジャンクションから2キロ来ました。7時19分バンタン道北行き、和田山豊岡方面行き、制限速度80キロです。どこまで行くんやったかな。何インターや、初めて行くとこなんだよ。じゃあちょっと何インター、市川南、市川南まで行きます。出口あんのかな、市川南入り口しかないとか言ったらえらいことになるんやけど、まあいいや。とりあえずあの国道312号線といって、あの南北に走っておりますね。姫路市街からおそらく豊岡あっちの方までつながってるかと思います。南北に走っております。その312号沿いではないんですけども、並行して走っております。このバンタン道よりもやや西側、1キロ2キロ西側ぐらいに国道312号が同じように走っております。だからね、ちょっとバンタン道お金もったいないよって、あの節約したいなっていう方は国道312走られるとよろしいかと思います。まあ、節約するよりもね、あの時間とガソリン代の方を節約する方がいいかなっていう方はバンタン道の方が明らかに早いですけどね。先の料金所は本線料金所、本線に料金所ありますから、1回ね、あの ETC でも20キロぐらいまで落ちますけれども、花田料金所か。料金所の手前にまず花田出口があるかな。今現在 4.3 キロポストあたり、7時21分になりました。はい、手前に花田出口が先にございます。4.5 あたりですね。 4.5 か 4.6 あたり、 4.6 キロポスト花田出口です。花田インター出口、その先120メーターほど行きますと花田本線料金所ですね。バンタン道花田本線料金所 4.8 キロポスト7時21分です。花田インター入り口合流が左からございます。5キロポスト姫路ジャンクションから5キロ来ました。7時21分です。制限速度80キロです。およそ2キロ先分岐を右方向です。嫌な予感がするな。あのダンプ遅いな。だいぶ抜きに行ったらアクセル踏まれるんやろうなみたいな嫌な予感がしてるんですけど、私の車は76キロ以上というのを4秒以上やりますと、あの会社に怒られるんですよ。始末書を書かないといけないんですよ、ね、道路の方は制限速度80キロなんですが、
私の方の会社の制限速度が76キロ以上を4秒以上出すなっていうことなんで、75キロ以下でしか走れないというそういう縛りがございます。はい、6キロポスト、およそ1キロ先、分岐を右方向です。豊臣パーキングまで1キロ、 6.3 キロポスト、7時22分。豊臣パーキングをご利用の方は山陽道には行けませんと。パーキングの手前に山陽道の分岐があるんですね。もうあと 800m ぐらいであるかと思います。中国道福崎まで11キロ、北近畿豊岡道朝子まで57キロです。あー、これ行かないかんけど辛いね、行くの。行けるかな。はい、山陽道の分岐が 200m、7時23分。ここが山陽道の分岐と福崎の、福崎じゃない、豊臣パーキングの、分岐になってます。一番左が山陽道に行く方、そして左手まっすぐ行きますと豊臣のパーキングです。 7.5 キロポストあたりです。7時23分。合流、豊臣の合流が 7.7 キロポスト、 7.7 で7時24分です。この前私この反対車線右前に見えてるやつですね、トラックいっぱい止まってますけれども、ここの、反対側車線帰り道でパーキングエリア入りました。私休憩取らないんですよね普段ね、まあ、珍しくなんで止まったのかと言いますと、反対側車線デイリー山崎のコンビニがありまして、あそこで焼きたてパンやってるんで美味しかったですけどね。パンもね4つぐらい買ったら800円ぐらいかかりましたね。800円もあるんだったら定食でもとんかつ定食かなんか食べたらどうだみたいな、そんなことですけどね。泊まって食べる時間はさすがにないので、走りながらパンかじるみたいな、そんな感じでしたけれども、まあいい値段はするんですよ。そのパン4つで800円抜けたらいい値段はするんですけど、結構美味しかったです。はい、デイリー山崎の宣伝でした。はい、豊臣インター出口、豊臣インター出口、7時25分で、9.1 キロポスト。菜の花が綺麗ですね。桜はもうさすがに終わってるんですけども、菜の花がちょっと綺麗。9.3 キロポスト、7時25分。この先合流があります。豊臣インター入り口合流。豊臣インター入り口合流は 9.9 キロポストですね。7時25分。ここで10キロポスト、姫路ジャンクションから10キロです。北行き和田山方面、豊岡方面行きです。制限速度80キロ。11キロポスト、7時26分。ちょっと道路ガタガタで嫌な予感するけどコーヒー飲もうか。枯れてきた。
枯れてるところに流し込んだもんだから、むせますね。この左前に見えてる団地のところ、あそこ手前に植わってる木全部桜の木なんですけど、この前通った時桜満開やって見頃やったんですけどね、さすがに全部散っております。綺麗でしたけどね。3キロポスト、こういう 1,2,3 であるとかね、ゾロ目であるとか、そんなちょっと読み上げがちですけれど、前回はここか、船津甲寺インターの出口まで前回はお伝えしたかと思います。今回は市川まで行くんでまだ先ですね。あと10キロぐらいかな。ということで、もう10分ぐらいで動画終わりますけどね。甲寺インター出口は、13.6 キロポスト、7時29分。このインターを降りて、この左手、料金所の左手もあれも全部桜の木なんでね、この前来た時はすごく綺麗かったんですけどね、はい、14キロポスト超えました。 14.1 から2で7時29分、札津インター入り口合流です。福崎南、福崎北、中国道2キロ、看板がございました。左車線から中国道に、この先分岐するみたいですね。中国道行かれる方は左車線、私はバンタン道をこのまま行きますので、右車線に行かないといけないですね。 1.4 キロ先ですね。 14.8、 14.9、 まもなく15キロポスト。15キロポストは姫路ジャンクションから15キロ。豊岡は右へと書いてます。そっちが万丹道です。左側福崎南と書いてあります。福崎南、福崎北、中国道、南と北と入り口両方あんのか。中国道の福崎のあたりも山奥なんでね、ほとんど来ないんで覚えてないですけどね。行かなくても車線キープじゃダメか、右に行かないとダメだな。はい、万丹道の方は右車線、一番右車線まで行かないと、中国道の方に行ってしまうのでご注意ください。はい、こちらが万丹道ですね。で、左手が中国道、福崎南インターの料金所になってたようです。文化が香るロマンの街、福崎町。制限速度60キロです。この区間 16.7 キロポスト、7時31分、 16.8、 制限速度60キロ。福崎南インターの料金所超えまして、中国道、まだ中国道じゃないんやね、あれ、今のやつ。今の福崎南中国道の料金所とお伝えしましたが、中国道ではなかったようです。今のは万丹道の福崎南ですね。で、中国道は南とか北とかそんなんじゃなくて、福崎インターでしょね。はい、左手にちょっと見えております。
私の方からは行けないんですけれども、左手これ見えてるやつ、中国道の福崎インター入り口でした。ちなみにキロポスト見えへんな。 17.8 キロポストですね。7時32分です。18キロポスト、私の方はあと4キロぐらいで高速降りろとなってるんで、もうそろそろお別れですね。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。本日現在98ですね、98名、若干弱小のあれでやっております。若干というかかなりね弱々しい感じでやっておりますけれども、私の目標を1000名を目標としております。あと902名登録よろしかったらお願いします。これ福崎北ランプ、福崎北ランプ合流あんのかな。あるね。はい、福崎北の入り口です。 19.1、19.3キロポストあたりで合流になります。7時33分、福崎北入り口です。どん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 山になっていきます。制限速度60キロ、先ほどまでね順調に80キロやったんですけれども、60キロの道路になっております。福崎のあたりからずっと60キロですね。またこの先和田山行くまでに上がるかもしれません。万丹第一トンネル760m、道幅狭いしガタガタやし暗いし汚いトンネルやな。まあ便利なんですけどね、文句言うなということですけど。残り 1.5 キロほどで私は高速道路降りますけれども、高速降りてから5キロもあんの、降りる場所違うんちゃうかこれ。出口はあって入り口はないとかそんなことがあるので、出ないといけないかなということを聞くか買わないと。はい、 20.8 キロコースと7時35分、超えました。7時35分、姫路ジャンクションから21キロです。動画的に40分近くなりましたね。この動画加古川バイパスの入り口からやってるんで、そこから40キロということですね。40キロというか40分ということですね。はい、市川町に入ります。市川町内、出口市川南出口300m、やっぱこれやね。はい、ここで降ります。動画間もなく切ります。チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。市川南ランプまで来ました。あーガタガタや。市川南がキロポスト読めんな。7時36分、市川南入り口もありますね。市川南インター出口で今信号待ちしております。7時36分、ご視聴ありがとうございました。失礼します。